コルガス県は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区、イリカザフジ治州に位置する県。ウイグル5名コルガスを漢字転写して、各自かここ、それを略して、コルガスと呼ぶ。ホルゴス、ホルガスと名表記されることもある。グルジャ市の西 45km に位置しており、北は天山地方に、南は入り川に面している。また、西はカザフスタンとの国境である。 漢族、ウイグル族など29民族が暮らす。五鎮、三教、一民族教を管轄、2011年にカザフスタンとの自由、貿易特区が開設された。免税で買い物ができる商業モールが並ぶホルゴス国際国境協力センターは、カザフの他キルギスやロシアからの買い物客で賑わっている。中国が進める一帯一路政策に基づき、 ヨーロッパとの間を結ぶ貨物列車が経由する陸の港も整備されている。県内全体としては農業や工業が主産業である。小麦、トウモロコシ、天才、綿花、タバコ、リンゴなどの農作物が栽培されているほか、牛や羊の牧畜も行われている。鉱山資源としては石炭、リン、鉄鉱石、金、銀、銅、石灰岩、 氷集積、大理積がある。清水川鎮で G218 国道と G312 国道が接続。ありがとうございます。